ちょっと合間、合間行く？大松だけ、ね、あ、いい、じゃあ、タクト行く？ちょ、なんか物まねが、はい、行こう。お、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕は何かつなぎたい人いらっしゃいますか？大和君も一緒食。大和君、大和カニ。大和のカニが見たいな。大和のカニが見たい。タクトのカニ、タクトのカニと大和君のカニが見たいな。そうね。じゃあタクトのカニと大和のカニで勝負して。はい、行こう行こう行こう。お、来た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 。来た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 。皆さんこれ注目ですよ、本当にもうね、一生に一度見れるか見ないかぐらいの本当に貴重なシーン見れます。で、他はどうする？どうしよう。じゃあ俺も、うん、大丈夫だと。あ、ちょっと。じゃあ俺最後にヤンキーの話、もうすぐクライマックスなんで。まあで、結局、うん、まあ、僕が本当にもうボロボロになったところで、まあ、その人の彼女が、もうやめてあげてって。うん、優しいから。俺も、ほんとこの辺にしといてくださいって。まあ自分から平謝りで謝って、まあ、その人、後から調べるところ、ヒューガで一番強いヤンキーだったらしいんですよ。で、まあ、実質僕2位じゃないですか、報告されたからね、まあ、実質2位、うん、ってことを SNS、ツイッターでつぶやいたんですよ。実質俺ヤンキー、中華でヤンキー2位って。だからまあそれを見た3位、4位、5位というヤンキーの男が俺に喧嘩をして勝負仕掛けてくる、まあ、今では86位ぐらい報告されたんだっていう話です。よし、あとどんぐらい、あとどんぐらい、足気味の方のところ、え、まだかかりますね。松井純平君いっとく、純平君か、純平君いっとく、うん、行こう。ここで純平君お願い、純平君行こう。はい、じゃあ松井純平君に歌を披露していただきましょう。いただきます。トゥルトゥルトゥルルルルトゥルルトゥ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 ルルルルトゥルトゥルトゥル、何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなの今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだ微笑んで、そうだ
嬉しくない生きる喜び、たとえ胸の傷が、ピザ屋の彼女になってみて、そしたらベンチが